また殴られに来たのか。いや、てめえらの商売を終わらせに来た。ああ偽物グッズで荒稼ぎ、ファンの子供は泣かせる。道夫のことは何も知らねえ。そんなゴミみてえな振る舞いをいつまでも続けさせるわけにはいかねえ。ついさっきボコられたくせによく言うぜ。せっかく楽して儲かる稼ぎを見つけたんだ。まだまだ儲けさせてもらうぜ。ゆるキャラごときが正義感かざして俺らに盾ついたこと後悔させてやるよ。話しても分からねえ。確かに俺はゆるキャラだが、パチモン見逃せるほどゆるかねえんだよ。抜かせろ。おいお前ら、あいつぶち殺すぞ。出してみてね。いいじゃん、俺の番。逃げるなら今の。よし、行くぞ。いいね、見せてやるよ。本気でやるよ。おい、来た。とっておき。ほら来いよ。よし、勝ったな。よっしゃ。なんだよ、クソ強いじゃねえか。所詮お前はまがいものだ。作り手の熱意や思い、情熱が宿ってるから本物であって強さを持ってるんだ。愛情のかけらもないお前らが何度挑んできたって一生俺には勝てねえよ。おい、他にもパチモン作ってるやつがいたら今すぐやめさせろ。これ以上作り続けるなら小野道夫が潰しに行くと伝えておけ。はい、すみませんでした。そうだ、弘中は、弘中、大丈夫か。私は大丈夫です。それよりもあちらの皆さんのことをお願いします、道夫君。皆さん、いや、その道夫は腕っぷしには自信があってだな。すごい、道夫君が偽物をやっつけた。え、かっこいい。そういえば聞いたことある。道夫君は地元のチンピラグループを滅ぼしたことがあるって。さすが本物は強いな。最初にやられたのは油断させる作戦だったのか。道夫君。あ、さっきは来てくれてありがとう。僕は本当に嬉しかった。そうか。それでね、あの決めポーズもう一回やってくれないかな。あ、私も見たい。さっきちゃんと見られなかったし。私も。仕方ねえな。それじゃあ行くぞ。よく見てろよ、チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイウオノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道夫だ。いいぞ道夫くん。最高。いや、本当にありがとうございました。あのパチモン野郎を蹴散らしてくれてスカッとしました。町の人もちゃんと公式ショップから買ってくれるって言ってくれるようになりましたし、これは心からのお礼です。そうか、それはよかった。さっき殴られたところはもういいのか。ええ、大丈夫ですよ。あれくらいでへこたれてなんかいられません。それにあのパチモン男が
最後の一体だとは思いません。このままの罠しにしていたら、あのパチモンの同類がまたどこかで作られるでしょう。ですから私はこれからもそんな連中と戦っていきます。みちお君への思いは何よりも強い武器ですからね。そうだな。ところで俺はいつまでこれを着てりゃいいんだ。いい加減暑いし脱ぎたいんだな。もうちょっとだけお願いします。あ、着きました。ここは土産屋じゃねえか。なんかあんのか。実はこのお店に尾道の商品を置かせていただいているんですよ。せっかくなのでブログに載せるみちおくんの写真をここで撮らせていただければと思いまして。そういうことか。たく、ちゃっかりしてんな。わかったよ。じゃあすみませんが、よろしくお願いします。ありがとうございました。では私は早速ブログを更新してきますんで、春日さん、またお会いしましょう。なあ、頑張れよ。やはり一件落着ってところか。あれ、この着ぐるみどうしたらいいんだ。あ、みちお君